笑い連帯は日本のレゲエグループサニーサイドレコーズ所属自主制作によるファーストアルバム笑い勇気を4月に発表セレクターである DJ4 コンに初めての彼女ができ一時期レゲエ界を引退するも彼女に振られ笑い連帯に再入隊5月に千葉で行われるレゲエフェスサウンドゲート2007に出演以降鹿児島 森岡のフレッシュエアー等のフェスに出演する。6月ミニアルバム人間合格を P ・バインレコーズよりリリース。ジャケットはザ・三名様の石原真子人が手掛ける。9月インフィニティ16プロデュースによるドキドキサマーをミンミフィーチャリング10フィートの真夏のオリオンのカップリング曲としてリリース。11月レゲエの情報サイトロッカーズチャンネルにてほぼ週間5分バラエティ。 笑い連帯に、丸投げが始まる。12月テレビ東京、ルーアールの企画、R バトルで準優勝。リディムアワーズ2007に、人間合格が選ばれる。4月ファーストアルバムとなる、ウキウキ反抗期オピー、バインレコーズよりリリース。このジャケットも前作に引き続き石原真子ジが手掛ける。5月少連帯日テレの朝のテレビ番組、ラジカルに生出演。 6月笑い連帯 n h k ミュージックジャパンの公開収録に参加するも見事全カットになる。が、初の NHK ホールで歌ったことでテンションは上がる。7月北海道のゆるキャラマリモッコリベストアルバムにコリコリマリモッコリ大人編で参加。8月マイティジャムロック主催の野外フェスハイエストマウンテン2008に出演。2万5000人の監修の前に 高橋流の母親を挙げ、学生時代仕送りで風俗に行っていたことを謝罪。12月、サビシンボナイトに出演。相模オリジナル10周年の日に、コンドームを使用しようを歌う。1月は来連帯朝日放送の TV 番組、今ちゃんの実は、に出演。6月前ですレコ構図より発売された、コンピレーションアルバム、ママレゲーに、高橋流が、ごめん母ちゃんで参加。 6月ユニバーサルミュージックより発売されたコンピレーションアルバムドリンキンレゲースタイルにサンセットザ・プラチナム・サウンド・プロデュースの今夜もお酒が飲みたくてで参加6月ブルーバードバイク事故で前歯を失う7月ネット配信限定でサウスラッカスクループロデュースの上場天国をリリースアメリカでも配信される9月サニーサイドレコーズより発売されたアイアンド アイリディムワンウェイ初心に、アリが10匹で参加。12月大人気キャラクター、マリモッコリとコラボし、ストラップを発売。6月、レゲエスーパーパワー2 0 1 2出演。物販を売るスタッフとして、なぜか、高橋流の母、文子も参加。7月サニーサイドレコードから、ラフレボリューション2010は地球を救うをリリース。8月渋谷タワーレコーズ地下にて、 ラフレボリューション2010のリリースパーティーを開催。9月ゲストにファイアボールを迎えて、ロッカーズチャンネルの笑い連帯に丸投げ初の公開収録。が緊張しすぎて、うまくトークができず、結果として公開収録になる。9月3セットが主催する野外フェス奥多摩星空レゲーバッシュ2 0 1 2出演。10月のギザカのクラブカクタスにて、 笑い連帯のメンバーそれぞれがプロデュースするイベント、イッつ笑いタイムがスタート。12月、サミシンボナイト2 0 1二出演。12月ブルーバードがやっと差し場を入れる。1月 4X4 が、ランキンタクシーの、チンチンピンピンのアンサーソング、チンチンピンチをリリース。この曲のリリースにより、4X4 のインポテンツ疑惑が生まれる。またこの曲のトレーラーでは珍しく、 濡れ場があり、女性ファンから、見たいけど見たくない、やめられない止まらない、愛されるよりも愛したいといったコメントが多数寄せられる。3月、ラフレボリューション2010は地球を救う収録の、リードメガボルト曲、さよならブのアコースティックバージョンで発表。演奏はラスデギス。謎の女性シンガーレディー5 X5 の圧倒的歌唱力により、レコーディングスタジオのガラスに、ひびが入った。 という逸話まで生まれる。6月所沢の野外フェス、レゲースーパーパワー奇跡2011に出演。7月侍スーパーパワーが主催する、野外フェス、フレッシュエアー2011に出演。9月サンセットが主催する、野外フェス、奥多摩星空レゲーバッシュ2011に出演。12月カジノ891の、パムパムのプロデュースで、高橋ルーが、 奈良の DJ だだとフィーチャリングして、クレイジー・ホーユーをリリース。2月サニーサイドレコードから、全曲バンドと一緒に制作した、アルバム、バンド、バンド、バンド、を発売。ホーム・グローンを筆頭に、全7組のバンドと夢の共演を実現。2月はライデン大発のベストアルバム、ベスト 10& ダスト10をリリース。レゲトも100人できるかなおい村氏が、そして、 ちっちゃいおっさんをバックロジック氏がリミックスを手掛けたスペシャルバージョンが収録される。4月オーバーヒートの主催する出演者が20代のみの野外フェスリディムフォースに出演。メンバーの大半がギリギリ20代のため見事おとりを務める。6月所沢の野外フェスレゲースーパーパー奇跡2012に出演。6月4コンがサンマのスーパーカラクリ TV に出演。8月 真夏の寂しんぼナイト2012に出演。8月、高橋ルーの母が実家で、クワガタの養殖を始める。そして高橋ルーの家に、大量のクワガタが届く。9月クワガタを持て余した高橋ルーが 4X4 に一匹タクスが、到着と同時に冬眠を始め、愛着はくまもなく生き耐える。9月福岡の野外フェス、サンセットライブ2012に出演。 9月茨城の野外フェス、ビッグウェーブ2012に出演。9月4 X4 がデビュー当初より歌い続けてきた、スラックネスチューン、シャンプーイズリミテッドがリメイクされて復活。見出しなみと、地球環境保全という一見交わりそうもないテーマを、絶妙なバランスで歌う名曲。12月4コンが、今度こそ本当に脱退。引退会見を YouTube に公開。 普通の男の子に戻りたいと言い残している。12月4 x 4の日本一スケベな歌として一部を騒がせたあの行かないでフィーチャリングアイアンがクリスマス特別バージョンとしてリリースされる。2月高橋ルーがハゲハゲ革命をリリース。NG ヘッドのフローをもろパクリし、俺は MG ヘッドだと言っているが最近では M の真ん中の部分が抜けてきて M ですら亡くなりつつあり本人は焦りを感じているらしい。4月は来連帯、珍しく真面目な歌、泣くなともよをリリース。内容的には卒業した4個のために歌っているようにも聞こえるが、よく聞くとか詞中で登場人物は死んでいることになっている。でおそらく違う。ブルーバードはこの曲のリリースについて、ふざけないっていうギャグです。と答えている。 4月日本だけではとどまらず、世界に発信する下ネタとしてこの年10周年を記念する世界的名リディム、クラパスリディムを正規ライセンスして、ヌードラバーをリリース。歌詞は大体が英語で、女の裸が見たくて、しょうがない。日本人男性が英語で、ヌーディストビーチへの生き方を聞きまくるという内容になっている。アメリカでも配信される。 6月サムライスーパーパワーが主催する野外フェスフレッシュエアー2013に出演。7月 4X4 が再スタートを発表。喫水の変態王子である反面、心から日本を愛する獅子としての顔も持つ 4X4 のもう一つの姿が知れる曲。8月3セットが主催する野外フェス奥多摩星空レゲーバッシュ2013に出演。 10月日本商工会議所青年部関東ブロック、大会千葉八千代大会に出演。立食パーティーにもかかわらず盛大に下ネタを披露。10月所沢の野外フェス、レゲースーパーパー奇跡2013に出演。12月 4X4 が、立っちゃったをリリース。ちんちんピンチのリリースで疑惑が上がったインポテンツの、疑いが晴れる。1月 4X4 が自慢のロングヘアを着る。 特に失恋したわけではないらしい。1月同時多発エロと称し、年をまたいで2ヶ月連発で 4X4 が、エロソロ曲、セクースフィーチャリング紫をリリース。6月 4X4 が、宮古島で、モデ滑って転んで秘蔵が破裂。活動休止。7月 4X4 不在のため、ブルーバードと高橋竜が10年ぶりに2人で、ライブ出演。3月、 渋谷 R ラウンジで行われた 4X4 復活祭にて 4X4 が復活。これとほぼ同時に笑い連帯オフィシャルモバイルサイトがオープン。3月 4X4 と高橋流によるフォークデュオ・ザ・ルーシーズ結成。4X4 がギターの練習を始める。8月 4X4 が楽器屋さんに売ってあったウクレレベースに一目惚れ購入し、 ベーシストに転校。9月、高橋流健康診断で心臓の病気が見つかり緊急入院。9月、高橋流意を決して禁煙を決行。10月、高橋流愛こすなら一家。という甘い考えで禁煙を断念。1週間後医師に怒られすぐに禁煙を再開。この頃から徐々に太り出す。 2016年5月八王子の暴れん坊スウィート、ソップのプロデュースによる笑いレンガをリリース。9月 4X4、結婚する。10月ホームグローンのトラックに乗せたお風呂の歌、気持ちがいい霊旅行をリリース。ありがとうございます。